はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは本日は貴族デッキ、これでランク戦やっていきたいと思います。はい、それではやっていきます。はい、7枚でキープします。しかし平地しか引かないね。平地しか引かないね。ターン終了。一応2色デッキなんですけどね、緑のカードが来ないし森も来ない。何でしょう。全然緑要素がまず引いてこないですね。なんだろうこれ。本当に緑引かないですね。あ、行き詰まる徴税。さあ税金どうですか。これはありがたいね。一応色マナ出せるようになったんで。これがないと剣術が全然働いてくれないんでね。はい、何点っすか ?5 点。はい、ターンもらいます。とりあえず一回消しときますか。おお、ケイラメトラの恩恵。さあ、ダメージが痛いな。はい、ターンもらいます。何マナ4マナ5マナの3マナあるから、もう一発食らわすか。はい、これでターン終了。
ありがたいですね。着々と。はい、保証の目、パワーが3以上にはブロックされない。あんまりこれが育つとめんどくさそうだな。はい、ターンもらいます。はい、土地を出して権利っすかな。はい、権利っす。はい、ターン終了。税金がたまる。ん？これはどっちなんだ？払ったら税金なのか？まあでもここに貯まるってことは税金がこれか？払わなかったら税金がこっちに貯まってくるっていう感じですかね。はい、OK っす。次のターンこれ置くとめちゃくちゃなんか溜まってきそうですね。キラキラするすべて、はい。これは一気に大きくなりそうだな。ここで使うか。はい、ターンもらいます。はい、2点ライフ支払って行き詰まる調税、出していくか、いや殴るか。はい、アタック。はい、ターン終了。はい、保証の目。はい、ターンもらいます。は
はい、敬愛される女王。はい、アタック。はい、ターン終了。キラキラする術できましたね。やだね。はい、ブロック。これでとりあえず5点回復。復活させとくか。はい、ターンもらいます。はい、ターン終了。はい、ブロック。はい、ターンもらいます。はい、アタック。さあ、これでどうしようかな。サイズを大きくした方がいいか。こういう患いの野獣、こいつも出すか。もう大きくしていこうか。はい、祖先の象徴。はい、ターン終了。まあ一応3マナ出せるんで。はい、対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきます。7枚でキープします。さあ、貴族様をね、中心にしたデッキなんですけども、まあ2ターン目魅力的な王子は理想的な動きですね。まず戦術から入っていきたい。はい、魅力的な王子、戦術2。ああ、どうしよう。
徴税さっさと決めに行きますか。一応貴族でケンリス入ってるんですけど、普通には白と緑しか学べないんで、徴税で各色出せるようにしないとダメなんですよね。はい、祖先の象徴。はい、貴族。はい、アタック。3マナ。お、力戦をうろつくもの。まあこれは殴っていきます。はい、アタック。まあこれは払わんでしょう。はい、税金が入ってきた。さてどうしようかな。まあ相手が5マナで何かやってくるでしょうけど、まあ、6マナ貯まると戦争の犠牲がなんだかんだ怖いね。まあ、そこ破壊してくるか。はい、アタック。次のターン不敗。おーっと、敗の陣形で攻めたかったですけど、こうなると厳しいね。23摂氏、これが突破できないね。ハンコン持ってるからなかなか太刀が悪い。お、これはありがたい。払拭の光。ここは殴るか。はい、ターン終了。そろそろケンリス引いてほしいですけどね。石像。なかなか厄介だな。はい、祖先の象徴、貴族。はい、ターン終了。ちょっとケンリス探しに行きましょうか。石像とか厄介だな。しかし
魔女の復讐。おお、これはやられたな。人間で来ますよね、そら。さあ、ちょっとクリーチャー引かないとしんどいぞ。はい、恋煩いの野獣。はい、ターンもらいます。はい、そして野獣。はい、次へ。ターン終了。さあ、ケンリスが欲しいぞ、ケンリスが。お、ありがたいね、これは。これで3マナ起動しても1個残るんで、ケンリスもし引けたら、速攻で殴ってはいけるんですね。はい、祖先の象徴を起動します。うん、ケンリス引かないというか何も引かない。多分これ通してくれるんじゃないかな。ブロックしてくるか。であれば腐敗の陣形。ターン終了。ってことは手札にまだ戦争の犠牲ないか。ウギンか。厳しいな。さあ、ケンリス来い。おお、ケンリス来ましたね。ありがたい。はい、ターンもらいます。はい、ケンリス。こいつを出して。行った方がいいか。はい、恋煩いの野獣。さあ、全員で本体アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、それではデッキ紹介やっていきます。はい、貴族デッキということで、敬愛される王女が2、神々の、おぼし召しが1、影槍が1、ガラスの棺が3、敬虔な命令が3、魅力的な王子が4、腐敗の陣形が2、払拭の光が2、
恋煩いの野獣が4、祖先の象徴が3、行き詰まる徴税が3、帰還した王ケンリスが4、王国まといの巨人が2、ヘリオッドの介入が2、アーデンベル城が2、ヘイチが13、森が1、寺院の庭が4、芳醇の神殿が4ということでね。まあ、かなり無理くり野獣入れてますけど、もうちょっとなんか貴族カード多かってもいいんかなとは思うんですけどね。貴族やっぱまだ全然少ないですね。王と王女と王子はいるんですけど、もうちょっと種類が欲しいかな。まあ税金あるけど、まあまだまだ今後出てくるカードでね、デッキ作って、なんか改造していけたらなと思います。はい、さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイバイ。